立ち上がるタイミングを失ったな。お、店長さんですか。宇崎花って言います。先輩がいつもお世話になってます。なるほど、先輩ね。小中学生くらいかな。大学生っすよ。うるさい、うっせーっすよ。は、外した。なんかショック受けてるっすよ。外しただと。いや、大学生、大人だね。